クール部代表水野です。今回はこちらです。暑い日にさっとまとめれるサイドアップアレンジです。片側寄せのアレンジです。サイドアップは大人っぽいとかかっこいいっていうイメージなんですけど、今回のようにクルリンパとかロープ編みですね、編み込みなどを入れることによって柔らかい雰囲気でどなたでも合わせやすいヘアアレンジになりますので、ぜひ最後まで見て参考にしてください。それでは解説していきます。まずざっくりでいいので、このような感じでまっすぐではなくて斜めに、だいたい7対3ぐらいですね。こういう感じで分けます。こういう感じですね。で、この7の方ですね、髪の多い方を左下、これぐらいですね。ここでくるりんぱします。それではくるりんぱしていきます。ゴムはこのナイロンゴムで少し爪にゴム止めしてからくるりんぱします。で、くるりんぱなんですけど、この穴ですね、穴は最小限にしてくるりんぱすることでこの横の広がりを防げます。穴を広げすぎるとどうしても膨らんでいびつなシルエットになるので注意してください。で、これで毛束も真ん中に分けてぐっと引き上げます。で、これでもし膨らんでしまった場合ですね、直し方があって、このゴムのところを持って、この毛先を順番に引っ張っていきます。そうすると、このような感じで、全体のシルエットがキュッと締まっていきますので、もし膨らんでしまった場合は、ゴムのところを押さえて、毛先を順番に引っ張っていってください。続いてこのくるりんぱをほぐしていきます。このくるりんぱのねじれのところ、そしてこの表面の髪ですね。では順番にいきます。毛束をつまんで、引き出します。で、ほぐすところとほぐさないところをつけます。ほぐした次のところはほぐさずに少し間隔を空けてほぐします。こうすることで全てほぐすより立体的になります。ここもですね。で、このゴム止めが緩すぎるとこのほぐした時に全てシルエットが大きくなりますので、最初のゴム止めはきつくしておいてください。で、ここができた次、表面ですね。で、表面のこの鉢のところですね、鉢のところは控えめにほぐすのが綺麗なシルエットになるポイントです。表面も同じです。間隔を空けながらほぐして立体的になるようにイメージします。で、ある程度ほぐしたら最後に仕上げの時もバランスよくほぐしますので、これで次の工程に進みます。続いてこの少ない方の側ですね、遅れ毛を適量残しまして斜めにすっと分けて、毛束をこのような感じで2つに分けます。で、これを交差させます。ロープ編みであったりとかタイトロープという技法です。で、この時の大切なのはこの角度がこうです。横からタイトロープするんじゃなくて斜め、こうですね。こうすることでこの先ほどの技術、クリンパのところと なじみます。それではしていきます。これで交差させるだけなんですごい簡単です。こういった感じですね。これでこのねじれのところをほぐします。これも一緒ですね。ほぐすところとほぐさないところをつけながらラフにほぐします。で、ここも表と裏、これはほぐします。こういう感じですね。で、これをほどけないように注意しながらこのクルリンパと一緒にゴム止めします。これでクルリンパとか合わせて、で、タイトロープ、ロープ編みはすぐほどけやすいので注意しながらゴム止めします。これで、先ほどと一緒のナイロンゴムでゴム止めをします。ほどけないように押さえながら注意してください。ここもゴムはきつめがおすすめです。ゴム止めして、これも毛束を、今ゴムが見えているんですけど、引き上げるとゴムが隠れます。続きまして、遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛このような感じで2つか3つに分けて巻いていきます。遅れ毛は基本的に巻きすぎると似合わせが難しくなりますので、ゆるく巻いて、巻いた後すぐほぐして柔らかい質感にしてください。で、これも一緒ですね。分けた方も一緒に巻いてルーズにほぐします。で、一度鏡で確認してもらって、もう少し強く大丈夫そうだなと思ったらもう少し強く巻くっていう感じの工程が一番失敗が少ないです。はい、では最後にヘアアクセをつけます。ヘアアクセはこのヘアカフですね。
この金具がついてるヘアアクセです。これが一番つけやすくて最近気に入ってます。ゴムがゴムのところに差し込んでつけるので、こういうゴムがついてるヘアアレンジですね、ハーフアップとかサイドアレンジとかにすごい活用できます。で、この金具のところをゴムに差し込んで、これで終わりですね。で、ゴムのついているヘアアクセだとどうしてもこうつけるときにモチーフが歪んでしまうんですけど、これならもう差し込んでその真ん中に差し込むだけなんでモチーフが歪まないので、初心者の方にも簡単ですので、ヘアアクセで迷われている方はぜひ最初はこのヘアカフをおすすめします。で、最後にこれはもう巻かなくても大丈夫なんですけど、ちょっと上級者向けにこのポニーテールとかサイドアレンジのこの毛先ですね、毛先をきれいに巻く方法ですね。こういう感じでまず全体をざっくり外跳ねします。こういう感じですね。で、これで表面の髪ですね、表面の髪をところどころ取って少し角度を持ち上げて内巻きします。こういう感じですね。こうすることでメリハリがついて立体的になって可愛いです。これもところどころ内巻きを入れて、表面はふんわりしてるんですけど、ここに羽感がありますので、この正面から見た時も小顔効果とかもあって、横から見ても立体感があるので、ぜひ試してみてください。はい、すべて完成しました。まあ、今回はこの毛先の巻きであったりとかほぐしとか結構作り込んでるんですけど、初心者の方はまずこのプロセス通りするだけでも簡単にヘアアレンジができる体験ができると思いますので、ぜひ諦めていた方も暑い日など試してみてください。このような感じ、初心者の方でも簡単にできるヘアアレンジを中心にこれからも動画アップしますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。